はい、こんにちは、ポチャイズです。マリオデッセイ実況パート56やっていきたいと思います。前回はね、あそこの光るスズメを取って終わったんですけど、とりあえず、他を散策していこうという感じで、とりあえず着替えてきますと。じゃじゃーん、今回のクソは武者の服です。いや、これめっちゃかっこいいよね。いや、これめっちゃ着たかったんだよな。こう、なんかこのクッパの国にめっちゃ合うよな。これなんか後ろの文様とかな、どんな文様なんだろう。見えねえな。でもめっちゃいいな。さあ、この服装で探索していきましょう。まあ一応ね、前回こうスタート地点まで戻る道でこう探索してったんだけど、一応ちょっと探索残ししてないかを確認しながら行ってみようと。まあ一応側面とかね、なんもないかな。一応このクリボーも全部なんかキャプチャーしとくか。これでもう一回ここのボタンを押したらなんかあるとかないかな。はい、いや、ないか。もう一回押してみる。あ、もう押せないんだ。よし、まあここはそんなないかな。一応火も消しといて、なんもないね。なんかさ、俺ここそんなに探索してないんだよな。ここさ、俺スルーした気するんだよ。ここら辺結構ちゃんと探索するか。なんかここの木箱の中とかさ、なんもないか。ここのこれ倒したりせんかな。せんか。ここは何もないかな。さあ、よいしょー、オッケー、ゲッチョー。さあ、ここもさ、俺あんま探してないんだよな。ん？なんだこれ？なんだこれ矢印？いや、さすがにこの中にはないか。この音符も取っとるけん、どっかなんかないかな。こいつもう一回倒してみるみたいな。ほら、いや、なんもないな。まあこの島もなんもないんかな。よし、とりあえずまあこっちの上とかも調べとくか。ほら、でもなんかありそうな感じは全然せんけど。ない。あ、ちょっと待って、あれ、これ俺刺したっけ、この穴。こんな空中のやつを刺したっけ。一回刺してみる。つっくん、どこや。よいしょ。あれ、この島ってつっくんおったっけ。あ、そっか。このさ、こっち側におるんか。なんかさ、こういう感じでさ、結構さ、遠い道のりで行かないかんとこって怪しいよね。ほら、お、音符発見。取ってく。うわ、やばい、これめっちゃ苦手。あー、ちょっとうわー、そっか。今俺が落ちた原因がさ、ちょうどここのさ、黒いところにくちばし刺しちゃったんだよ。ここ刺せないんだね。めっちゃ運悪いじゃんか、俺。よっしゃ。はい、再チャレンジ。よいしょ。うわ、これさ、一回上上がって
こういう感じで。ほら、よっと。よっしゃー、あぶねー。ギリギリ。よっしゃげちゅう。よし、今回初ムーンだ。さあ、こっち側行って。いや、絶対こっちも怪しいよね。俺、こんな多分空中で俺、こいつ刺したことないもんな。空中で刺すって難しくねえか。狙い定めて。うわ。いけ。これ絶妙な調整いるじゃん。よいしょ。ちょっとな。およっ。割っちゃって、これ、普通にむずいわ。これ結構穴の判定シビアなのにさ、これめっちゃ難しいわ。うわ、空中はしんどすぎるな、マジで。うわ、しかも縁叩いたらこうなっちゃうんだよな。ちょ、作戦変更で真上から降りよう。ちょうどここ、こっからこうシュイーンって降りて、ウィーンで、こっからよいしょ。いや、マジむず。ほら、やった。よっしゃー、これめっちゃ気持ちいい。うわ、これすっきり。あ、これあれ、どうやって、お、あっぶねー。よいしょ、はい、ゲチュー。いや、俺このムーンがさ、取るの一番苦手だったかもしれない。いや、めっちゃ俺これ死んだわ。よいしょ。まあ2個も増えてたらもうないだろう。さあ、次行きますか。いや、ここもさ、多分増えてなさそうなんだよな。ワンチャン光っとるやつとかないかだけ探しとくか。ここも、ここはめっちゃ探したもんな。ここはさすがにないだろう。よし、これでまあ前回探索開始したところに戻ってきたのかな。で、今回は後半のこっち側を探索していこう。これさ、あっち側のさ、サイドのさ、城、こっち側にあるさ、行けなかったとこ行けるようになってんじゃないかなって思うんだよな。行けるよ。あ、土管発見。しかもこれはなんか、あれ、どうやって行くんだ。あ、あったあった。よしよし、これを使って行けってことか。はい。うわ、これ楽しみやな。入ってく。おー、つっくんを使うとっか。苦手。ちょっと待ってな。とりあえずキャプチャーして。これ一応下とか探索しとくか。こういうとこ怪しいよな。隠しムーン、こういうとこありそうだね。お、ちょっと待って。この木箱めっちゃ怪しいな。ほら、やった。あー、よいしょ。あ、ちょっと待って。よいしょ、オッケー。ゲチュー。あっ、プレイ。あー、やっちゃった。通知に動揺した携帯の。なら、とりあえず、上に行けばいいんかな。上に登っていけば、ムーンがあるみたいな。なんか忍者屋敷みたいな雰囲気やね。とても苦手。よいしょ。
このコインをさ求めてったらさ死んじゃうからさ、極力あの命大事にって行こうか。うわあ、ゲチュー、やった。こうやって登っていって、どこにおるんや。おーおーおー、すごい。これめっちゃ気持ちいいな。あ、調子乗って落ちそう。あぶねえ。これめっちゃ気持ちいいぞ。このあのプチプチをあの壊す感覚やな。はい、よいしょ。はい。なんかさ、この刺さっとる姿けなげで可愛いよな。よいしょ。よいしょ。どこまで登ればいいんや。あっぶね、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 あっぶね。これさ、俺くちばし刺した後さ、どうやってこうスンと落ちるかわからんちゃんな。これでしか外れれんのかな。よいしょ。でも多分もうそろそろじゃない。はい、よいしょ。お、この上じゃない。え、まだ上あるんかい。ちょっと一旦休憩。あー、今日あぶね。あー、これきつい。なんか変な感じすんな。絶妙にさせねえんだよな。よいしょ、オッケーオッケー。よしよし、これで OK じゃない。よっしゃー、ゲチュー。え、すごいね、これ。うわ、すげえ。あのさ、外側の城壁とか行けたらめっちゃ熱いよな。さすがに届かんか。なんかこういうとこにさ、コイン隠してないかな。あ、危ねえ、怖い。しやめとこう。よし。さあ、こっち側行って、相変わらず可愛いな、こいつ。癒される。なんか踊っとるしね、かわいい。 いやここら辺とかね、結構ね、いろいろありそうなんよな。あれ、なんでここにダッシュフラワー。あ、本来はこれでこうバーっていけってことやったんかな。ってことは向こうの塔に行く方にもあるんかな。お、あった。じゃあこれで、いや、土管発見。さあ、これでいきますか。よいしょ。あ、怖え、これ。うわー、怖え。普通にさ、ここでダッシュフラワーめっちゃ怖いな。よし。うわー、めっちゃ楽しみやな、こっち側も。入ってく。おお、なんだこれ。六角形のなんか縦長のやつ。ちょっとめっちゃ追っかけてくるやんかって。ちょっと一回上に上がって、この、あ、上にも来るんかい。ちょっと待って。はい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 。このか、ちょ、めちゃくちゃうざくないですか。倒せないんだよ、しかもちょっと待って。はい、この鍵をどっかで探せばいいんか。うわ、すげえ。このアスレめちゃくちゃ面白くねえか。鍵どこや。一旦とりあえずこっち側から行くか。ギミックが面白いな。隠しムーンとかどこにあるっちゃか。とりあえず普通に鍵を探していくか。これ?あ、ムーンチップ集めるコースなんか。鍵とムーンチップ集めればいいんか。
とりあえず、あ、プレイ2個目この上とか行けんよね。怖え、これで意外とさ、この壁にひっついとったら当たらんって言おうと思ったら当たるねおお、3個目、こんなとこに隠れとんか。この上、これ何、これ後で壊すか。4個目、あとラスト1個、あった。5個目、よっしゃー。さあ、あとは取るだけ。ちょっと命ギリギリやけん、ちょっと慎重にね。危ない危ない。はい、ゲチュでさ、この鍵穴の鍵の隠し門はどこにあるやん、まあ、とりあえずここ入ろう。ここ入ってないよね。あ、ここは違うな。どっかに隠れとると思っちゃうけどな。ここもちゃう。ワンチャンこのさ、岩が出てくる穴に入れるみたいなのはないのかな。なさそうだな。どこにあるんだ。お、こことか怪しくない。ちゅちゅ、おっと、あった。よっしゃー。けどね、俺一個だけさ気になったとこあってさ、ちょっと待って、鍵とは関係ないんやろけど、ここのさブロックのさ奥になんかあるんじゃないかな。おー、ハートがあるんだ。よっしゃ、ゲッチュー。さあさあさあ、よっしゃ、ゲッチュー。いいねー、いいね、マジで土管いいな。しかも今回のアスレチックめっちゃ楽しいな。ほらよっと。さあ、他には、あ、そうや、なんかこの上のさ角みたいなとこにさムーン出てないか。ここのさ、このバナナみたいな光ってないし出てないか。いや、どっか絶対出てると思うんだよな。お箱しゃんな大体お箱なんだよな。割とさ、この水槽の中とか怪しいよね。なんか石ころの中に入っとったりさ。いや、そんなことないんかな。あれ、あっち側って木箱ってあったっけ。前からあったっけ。よいしょ。うわー、痛い。さあ、こっち側。いや、俺こんな木箱なかった気するっちゃんな。これ壊したら地面になんかあるとか。お、光ってんじゃん。よっしゃー。めっちゃゆっくり水中やけん、ゲッチュー。いいね、いいね。俺割とさ、この空間めっちゃ好きなんだよ。めっちゃ綺麗じゃない、このさ、この壁の感じと、この水の感じと、この金色の刺繍みたいなやつがめちゃくちゃ好きなんよな。さあ、ここの道中にもなんかあるんかな。一応さ、あの壁面にさ穴が新しく開いてないから結構見とこう。さあ、よいしょ。あっ、プレイ
あぶれあぶれ、ちょっとやばい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 、それはやばい。うわ、ギリギリセーフ。ここら辺とかめっちゃ怪しいよな。絶対なんか増えてると思うんだよな。旗光ってないかな。ちょっと一旦回復したいんだよ、ちょっとお願いします。はい、よしよし、オッケー。まあこれで回復と。さあこっち側なんか増えてないかな。いや何も増えてないか。なんかね、ワンチャンさ、ここのさ、あぶれ、ここのギミックさ、全然さムーンなかったけんさ、ここのなんか壁のギミックでムーンが増えとるんじゃないかなって思って、よいしょ、あ、あぶれ、おっしゃやっちゃったわ。いや探したけど何もなさそうやな、ここは。よいしょ、ちょっとねチラッと見えたのがさ、あそこら辺に紫コインが見えたっちゃうな。ちょっと待ってな、こっちのさ、あぶねえ、あよいしょ、あぶねえ、ほらここに紫っこい発見、よいしょ、あ怖い、よいしょ、あと3つ、怖え、ああぶねえ、怖えよ。いやマジドッグ沼苦手なんだよな、ほんと苦手だわ。よし、まあこっち側もうなんか増えてはないのかな。とりあえず登るか。よいしょ。あっぶれ。いや、何も増えてないよね。さあ、こことかめっちゃ怪しいぞ、ここら辺。どっか、お、カカシ発見。これは何が起こるんだ。どこやえ、おお、ダイビングってこと。よし、おお、大丈夫これ。はい、よっしゃ。おお、ちょっと待って、危ない危ない。はい、ゲッチュー。あぶねえ、鍵取ったら終わりと思った。セーフセーフ。さあ、え、これ登るのめっちゃめんどくせえ右側にあったってことはさ、反対側のこっちもなんかあるんじゃない。見た感じなんもなさそう。なら下側かな。いや増えてないんか。お、紫コイン発見。あんなとこにあったんか。ちょ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 、ちょっとこいつを避けてと。怖えな危ない危ない。どうやって登るんや。あー、ここで壁キックか。うわ、登りざ、よいしょ、よっしゃー、コンプリート、やった。よっしゃー、これであとはムーンだけやな。すればムーンってあとどんぐらいいっちゃうか。ちょっと待ってね、62分の58。流れる壁の先ってやつと、お宝写真と、あと何個、なんかあと2個か。ってことは実質あと3個か。 OK、 よし、一旦上行ってみるか。そういえば多分ね、の3個中1個さ、ノコノコレースのさ、あの金のノコノコと対決してないけんさ、それじゃないかな。ちょっと先にちょっと対決しに行ってこようかな。よいしょ、よし、オッケー、やっていくぜ。僕らは夏季コ団、いろんな国で走り続ける集まりさ。ねえ、新メンバーが加入したよ。新しい商品も用意したから、またかけっこで勝負しようよ。オッケー、
いやーでもどうだろうな、なんか金のこの子がどれだけ強いか分からんけど、強くなかったら俺がずっと走り続ける1分30秒になるけん、それはめっちゃ悲しいよな。よし、いやとりあえずちょっと真剣にやってみるか。ちょっと今回はこれちゃんとここでジャンプ、あ、やらかした。最初につまずいてしまった。よいしょ。まあこんな感じで行きつつね、基本なんか平たいとこは転がっていった方が一番早いけん。あれ、これがさ、幅跳びが出てくれんのよな。タイミングの問題かな。よいしょ。今んとこ金のこの子は来てないね。よし、レッツゴー。まあこれ負けてさ、もう一回走るのマジで嫌だからさ、ちょ、頑張ろう。いやこれ長すぎんだよな、ちょっとコースが。よいしょ。あともうちょいか。でここはね、多分この上から行った方が最短なんだと思うんだよな。あ、やらかした。やばいやばい。やべやべ、調子乗った。ほら、よっと。あともうちょい。で、ここは、これで、ショートカットして。で、あとは、ここはもう幅跳びで、こうガンガン行くだけね。よいしょ。あ、ちょっと邪魔やな。よいしょ。よっしゃー、ゴール。圧勝だね。よっしゃー。あー、いや、意外と僅差だったな、危ねえ。すごく早かったね。優勝商品のパワーブーンだよ。よっしゃー、ゲッチュー。あと2個か。なんかさ、流れる壁の先ってさ、なんか結構さ、前クッパの国に来た時さ、ヒントでさ、もらったやつだと思うよな。やけん、あれは月の石で増えたもんじゃないっちゃけど、どこなんやろうな。それとあと一つやんな。まあ、とりあえず、ちょっと待って。多分あそこの上に絶対あるっちゃんな。あそこの上か最後のところに。やけん、とりあえず上行こう。いや、これどっかね、多分光っとると思うよな。ちょっと。多分ね、クッパの顔面とか光ってないかな。ここら辺。角とか。そういう系やと思うよ。それか、なんやろ。なんかおるとかな。いや、絶対ここら辺一個ぐらい光っとると思うよな。大体毎回そのパターンやけん。いや、毎回大体光っとるんよ、最後に残っとるやつは。ここも光ってないと。こっち側とかなんもないよな。いや、ないよな。ここも光ってないと。いや、なんかさ、上のバナナのところがさ、光っとるっちゃないかな。ちゃうかな。こっち側は光ってないと。光ってないよな。あっち側、お、やったー、やっぱ光ってる。よっしゃ、これをキャプチャーして、よっしゃ、毎回お決まりよな。よし、あげちゅう。やっぱどっか光っとんだよな。で、あと1個か。流れる壁の先。でも前回もさ、探したけど見つからんかった気すんよな。どこにあるっちゃが。で、とりあえずここの側面をめっちゃ調べてって。
それかね、あのほら、あの今回生きるようになった土管のところのサイドが流れる壁なのかもしれんね。あとここの下とかね、ワンチャン行けたり。いや行けんか。よし、とりあえず右側から、ここの側面。いや、なんもないか。ワンチャンさ、ここのさ、下らへん穴開いてたり。いや、せんか。じゃあ反対側行くか。よし、今度は左側。こっち側は？いや、ないか。いや、こっちに穴開いてないか。いや、ないか。あれ？あれ、ちょっと待って。お、ここじゃない？俺、ここ行ってないよな。ちょっと待ってな。おー、ここにあるんか。うわ、俺ここさ、確かにこっちが見てないわ。よし、ちょっと行くか。うわ、あのツック苦手やわ。わしがめっちゃ早いっちゃんな。ほい。で、上に行って、お、これはどうやって入る。あ、これで入ればいいんか。よっしゃー、ゲチュー。よし、これでコンプリートじゃない。よいしょ。さあ戻ってくる。さあ、それでは、今回の実況はここまでどうな、ここまでとしたいと思います。、チャンネル登録、高評価、コメントよかったらしてください。 Twitter とインスタもつながってくれたら嬉しいです。ならじゃあねー。